はい、どうもサンドでございます。今回ジョジョピタ、やっていきます。超オラオラガシャで、通称四太郎が復刻しましたね。ちょうどね、始めた時にこれやっててリセマルでこれ撮るの間に合わなかったんですよね。復刻は初なのかな。提供割合 3% ですね。 3% なら引けそうな気はしないでもないと。やっとの狙いとしては奥安をちょっと今スキル1なので2にすれば、風悟と、組み合わせやすくなるということで、その辺かな。あとは、バニラもいないしね。一点狙いだ。はい、ダイヤちょうど450あります。ボックスにもう10個あるんですけど、15個か。あるんですけど、とりあえず1セットというか10連やります。いやー、これ引きたいなー。ただね、1周年で、新キャラらしい新キャラ強いやつ来てないんで、この後に来そうな気もして、ちょっと怖いですよね。ナランチャとアバッキオのガチャに結構使った方もいるんじゃないですかね。はい。1枚目は、エシディッシュ。2枚目。ちょっとやばそうな雰囲気。抜け裂く。3枚目。高一ブロンズが続く。4枚目。狭間だ持ってなかったんじゃないかな。オッケーオッケー。5枚目かな。そろそろ GR 頼むよ。シーザー、まあスキル2なんでいいでしょう。ただ欲しいのは 3% を引いてきてほしい。スピードワゴン7枚目かな。 CDC さあ、あとが少ない。8枚目。違う、スピードワゴン。さあ、残り2枚かな。頼むよ。来てない、ギター少年。ラスト。来い。ダー、ホルホース。なんとも微妙な結果ですね。ちょっとね、さすがにもうちょっと追ってみたいなとは思うんですけど、風間田は、パートナーパネルに変化。なんか割と面白そうですね。スキル5までいくとかなりいいんじゃないかな。はい。というわけで今回はとりあえずこちらで終わりです。この後に補充してまたやると思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた。